耳はこの辺りで、尻尾はこうかな。うん、いい感じ。耳も尻尾も似合ってるよ。じゃあ、はるかちゃん、猫ちゃんになって接客してみて。え、猫ちゃん？猫、にゃん。いらっしゃいませ、だにゃん。ほんと？じゃあ、もうちょっとしっかりやってみるね。しっかり？いらっしゃいませだにゃん。何が食べたいのかにゃん。あれ？二人とも、どうしたの？まぶしい。私たち今ものすごいキラキラの光彩に飲み込まれたのね。これがみのりがよく言う桐谷さんのアイドルオーラなんだね。そんな大げさな。大げさじゃないよ。毎日一緒にいる私たちでも放心しちゃったのに、普通のお客さんたちが浴びたら灰になっちゃうかも。そうだね。っていうか、同じことやれって言われても私は恥ずかしいし、いろいろ無理そう。確かににゃんやワンをつける喋り方を恥ずかしがる子もいそうだよね。耳と尻尾だけでも十分可愛いし、話し方は普通にしよっか。そうだね。桐谷さん、いろいろ試してみてくれてありがとう。おかげですごく参考になったよ。猫ちゃんも見せてくれて本当にありがとう。どういたしまして。役に立てたみたいでよかった。いらっしゃいませ。モフモフアニマルカフェへようこそ。ようこそ。はあ、教室に動物のぬいぐるみがたくさん。あ、みんな来てくれたんだね。まあ、どんなのやってるか気になるしね。店内、なんていうか、かわいいね。でしょ。私たちもアニマルカチューシャをつけて接客してるんだよ。ほら、私はウサギの耳で、いっちゃんは垂れてる犬の耳なの。ということは、はるかちゃんも動物のカチューシャを。あ、みのり、来てくれたんだ。いらっしゃいませ。いや、逆じゃない？どうかな？似合う？似合いすぎて、はるかちゃんの方を見れないですけど、すごく見たい気持ちもあって首がちぎれちゃいそうです。そこまで？ありがとう、みのり。それじゃあ席に案内するから、みんな、ゆっくりしていってね。みのり、ちょっとだけここで待ってて。うん。
あちこち探し回って喉乾いてるんじゃない？それと小羽とアンのために頑張ってくれてるみのりに私からサービス。みのりならきっと見つけられるにゃ。応援してるにゃ。恥ずかしがる人もいるだろうからってボツになった猫風の話し方なんだけど、元気出た？元気どころか